いやー、今日も買ってしまったわー。プチプラのおやさんとムムさんの発売日で、なんかダイソー業祭も兼ねてるので、とってもプライスが安かったんですよ。後でゆっくり商品お見せしますね。では一回お家に帰ります。はい、ということで、ただいまでーす。スヌーピーただいまー。今日は風が強かったよ。でも天気良かったんだ。で、今日は島村さんに行ってきました。巨大創業祭で、今日はプチプラのあやさんが発売日だったので、あとブムさんも行ってきました。1つ目、トレーナーです。久しぶりのね、あやさんの、コラボ作品でございます。こちら裏起毛トレーナーがなんと900円、税込み990円です。本当にお安いですね。まあ、ダイソー業祭っていうこともあってなんでしょうけど、本当これお買い得です。生地もしっかりしてるし、でちょっと青いトップスが今流行りなんですよね。そのわけは後でお教えします。1個目は青いトレーナーです。アプリケ付きです。2つ目は黒のワイドパンツでございます。下に向かってゆったりとしてて、こちらは丈がちょっと長めでございまして、高身長さん向けということでしたが、158cm の私が着ても大丈夫でございました。こちらもね、お値段安いんですよ。1320円になっております。生地はとってもフェルトっぽいような、なんて言うんだろう、いい感じのウールっぽい感じの生地で、上品な感じがします。高見えしますね。お値段安いんだけどね、とても履いて楽でした。はい、3つ目がムムさんの、こちらが起毛プルオーバーでございます。なんと770円です。税込み安くないですか？お袖と裾がちょっとしぼまった感じの可愛らしいね、プルオーバーでございます。これトレーナーの下に着て襟を足して着るととっても可愛いかなと思います。グレーを選んできました。これはちょっと素材のあれなのかな、 SHELNEY ね、おむさんの商品安かったです。それとアクセサリーを3点買ってきました。こちらムムさんのです。なんかパッケージが新しくなりましたよね。こちらがちょっと可愛いなと思ってて、これお花がいっぱいついてるの、揺れるタイプじゃないんですけど、ピタッとしたやつね。これ可愛い、すごい可愛いなと思って、インスタのあれを見て、ムムさんのインスタ見てましたので買えてよかったです。こちらが300円です。税込みで330円。はい、お次もイヤリング、こちらも330円で、こちらは揺れるタイプ、可愛いでしょ。これクリスマスにつけたいよね。こちらはハートが上になってて、下がリボンです。揺れるタイプ、綺麗ですね。はい、最後はペンダントです。こちら二重になってて、下の方が長くてハートがついてます。これね、皆さん「サイレント」っていうドラマ見てますか？それで紬ちゃんがこんなのしてたのよね。だからちょっと欲しかったので、これはインスタで見て絶対ゲットするぞと思ってゲットできました。今日3番目に並んでましたから、私頑張りました。以上でございます。ではちょっとまたコーディネート紹介してみようかな。はい、1つ目、さっきのタートルを中にインして、この紺のトレーナーに黒のパンツを合わせました。なかなかこれもかっこいいなぁと思います。あとね、もう一つです。
そちらにさっきのネックレスを合わせて、そして下にこの前買ったグレーのツイードのパンツを合わせて、ブルーとホワイトの組み合わせいかがでしょうか。サイレントのつむぎちゃんコーデちょっと真似してみました。というわけで今日はプチプラのあやさんとムムさんの新作を購入してきました。今日も見ていただいて本当にありがとうございますね。だんだん寒くなってきましたので、皆様風邪などひかぬようお気をつけください。ではまたねー。